いや別に酔っ払うの悪いことじゃないけど、はい、ベロベロになるの仕事じゃねえからな。いやでもそうめちゃくちゃ飲んでて今日本当に。いやそれで仕事できねえんだって意味ないじゃん。いやそうじゃない。お前だって普通の時なんかまともじゃん、はい、今まともじゃねえってやってることも言ってることも間違ってんだから、それで勢いだけで飲み直しになったら送りになったってお前どうせ何喋ったかも覚えてないから、はい、そんな男に興味なって誰もわかねえから、どこ目指してんだよお前。お疲れ様です。よろしくお願いします。始めました。はい、よろしくお願いします。どうぞお座りください。今日は、はい、今後どのような TikTok の動画を撮っていくかっていう、ちょっと打ち合わせ、はい、ありがとうございます、していきたいなと思いまして、はい、まあ、男社長のことを、うん、今日は全部知りたい。はいはい。今日だけで。なるほど。こちらで企画を考えさせていただいて、はい、それをお送りして、はい、まあ、撮影っていう流れで。結構最近多くなってきてますね。やっぱりブームなんですね。2人の中で今一番高いものは何？ルイ・ヴィトン。ルシークワザポンセス。なんかアクセサリーとか服とかじゃないんだ。ルシークワザポンセス。で基本的に多分あの僕は何をメインで出したいかって言ったら、あの TikTok で有名になりたい、バズりたいじゃないんですよ。ホストクラブの経営してる社長として求人にめちゃくちゃフックかかるようなのとかだったり、その店で働きたいなって思われるようなものを出したいんですよね。ちなみに費用はめちゃくちゃおいくらなんですか？月額45万とかですかね。それバーさんの個人の方？普通のサラリーマンでいいよ。まあまあそうですね。一応以上ですよ。皆さんめちゃくちゃお若いですね。そうです。あ、少女は若いです。19。え？やっぱ今の TikTok なんでそうですよね。そのより知ってる人が回すのがいいですよね、やっぱね。起きろ起きろ。何やってんのお前。怒ってるよお前姫。どうですか。うん。ですか。何やってんの。いや仕事中だよお前。いやでもちょっと。何ここで飲んだの。何これ。いやそうです。うん。めちゃくちゃ飲んで今日ちょっと、ね。どこで。まああくまでやらせじゃなくて今まであったことなんですけど、を再現するんですけど、今まであったとんでもないエピソードから、まあ、こういう小ネタからとんでもないのってあんまり再現しようがないんで難しいんですけどね。完璧に言うとどういう流れなの構成は。まあ、空が担当で担当の姫が、オンリーになってました。担当戻ってこないんだけどでちょっと探しに行ってきますねで非常階段で潰れてた設定。何やってんの。いや仕事中だよお前。いやでもちょっと。何ここで飲んだの。何これ。いやそうなんです。めちゃくちゃ飲んで今日。どこで。ビヨンドバレ前めっちゃ飲んでる。ちょっと一瞬いいですか。うん。ラッシュがちょっと今カメラ反対になっちゃうんで、うん、あの僕がちょっとこっちと
で僕もそっち、あ、じゃあもうこっからじゃあこうやって、僕もこっち向いて、あの方がいいですね。で、ヤッシュはもう、はい、もうこうやって話聞く感じ、お互いこう見る、不自然なんですけど、お願いします。お願いします。おい、見つけた。お前何やってんねん、お前。いや、酔っ払ってる。いや、酔っ払ってます。怒ってるよ、姫、空の姫。どうですか。怒ってる。酒いっぱい飲んだから頑張ってるにはならんて。うん、今時先輩がもし音入ってるけど大丈夫ですか。大丈夫です。ごめんなさい、一個だけいいですか。僕これ、はい、この諭されてるじゃないですか、はい、どうリアクションしたらいいですかね。あ、もうなんか最初は切れ気味で、もう切れ気味で、はい、別に良くないですかみたいな、はい、もう疲れたんですみたいな、だんだんちょっと落ち着いてほしくて。あ、まあ確かに。で、最終的にあの空さんはあの宅に戻してほしくて。あ、じゃあまあ丸く収まって、あ、じゃあ戻ろっかで、それがこっちみたいな感じです。まあ、じゃあ尺気にしないで喋ってまとめてください。あ、そうです。そうですね。全然気にしなくて大丈夫です。まあ、でもいい感じでした。とても。おい、いた、ソラ。お、起きろ起きろ、お前大丈夫か。そうです。よし、全然。自分のお客さん来てるの分かってる。はい、今日呼びましたね。今日もう待ってるよ。ソラ君どこって。はい、なんでつかないの。よし、めっちゃ飲んでて。どこで。いや、もういろんなところですよ。自分のところもそうですし、うん、めちゃくちゃ飲みました今日で。今ここにいるじゃん。そうですね。意味ねえじゃん、だったら。いや、全然ちょっと今日もめっちゃ酒いっぱい飲むのが仕事じゃないじゃん、俺らは。そんな感じになっちゃうんだったら誰も得してない。女の子も空も姫も店も最悪じゃん、そんなの。ちょっとの休憩じゃないじゃん、もうこうなってたら。うん、楽しませよ。戻ろう、席。俺もヘルプつけよう。オッケー。まあ全然でも大丈夫です。呼んできてくんない？マジ遅すぎるんだけど。今日からそういう件だよ。飲んで疲れてます。だったらもう酒飲まない方がいいよ。トラ、おう、起きろ起きろ、お前大丈夫か。全然。自分のお客さん来てるの分かってる。はい、今日呼びましたね。今日もう待ってるよ。トラ君どこって。はい、なんでつかないの。いや、めっちゃ飲んでて。どこで。いや、もういろんなところですよ。自分のところもそうですし、うん、めちゃくちゃ飲みました今日で。今ここにいるじゃん。そうですね。意味ねえじゃん、だったら。いや、全然ちょっと今日も酒いっぱい飲むのが仕事じゃないじゃん、俺らは。いや、でもめちゃくちゃ今日飲んでる、うん、めっちゃ回ったっす。それで今ここにいるんだって意味ないじゃん。だって姫、何しに来たの。酒飲みに来たの。空に会いに来たの。いや、ちょっとめっちゃ飲んで疲れてます、うん、こっちも。え、だったらもう酒飲まない方がいいよ。俺らの仕事酒飲む仕事だけど、はい、変わっちゃ意味ないよな。それでここでちょっとの休憩じゃないじゃん、もうこうなってたら。そうっすね、うん、楽しませよ。わかりました、うん、戻ろう、席。はいっす。俺もヘルプつけよ。了解です。ゼロも TikTok の撮影。あ、そうなんです。これ、これなんですか。これカメラですね。 DJI っていうカメラですね。あ、そうです。ちっちゃめの。これも YouTube 用に。あ、そうですね。このなんかめっちゃ YouTube。 いや、そうなんですよ。ちゃんとやりたいなと思って。はい。あ、それよりこのパソコンも買った感じですか。あ、そうです。すみません、今一瞬いいですか。いや、ごめんなさい、待ってた。あ、ダメですか、ありがとうございます。一瞬いいですか。ですか、一瞬だけ、ダメですか。ジギですか。ジギっす。 YouTube もやめちゃった。いや、YouTube もやるっす。どっちも並行してダブルパンチでパンパンっつって。
まあ、どうしたのみたいな、はい、オッケーです。でちょれ出てねえじゃんみたいな、匂ったらちょっと酒くそみたいな感じで、うん、はい、おい、ちょれ出てねえじゃん、かける、おい、これ何やってんの。あ、ちょっと僕一人知りで酒言わないと喋れないんで、ちょっとこっちで。な、酒飲んでんのお前。それ本来のお前じゃないじゃん、かけるじゃないじゃん。だから次2回目来た時とか、あれやっぱつまんないじゃんって言われてとか、そんな男に興味なって誰もわかねえから。どこ目指してんだよお前。うん、だったら仕事しようぜ。飲んでます。ん、なんかよくわかんないけど、自分が酒酔っ払ってテンション上げて初回について女の子が楽しいと思ってんの。そうです。まあそれ仕事じゃねえな、普通に考えて。別にだって自分で今何やってるかまともじゃねえの分かるだろう。だってよくさ、オッケーですか。ちょっとあのめちゃめちゃうますぎて、いや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 いいとも悪いとも言われないですむしろ良くないんでしょうね